なんか久しぶりに箱に入っているね、じゃんくん。段ボールかじりますか？ちょっと大きいね。ポンちゃん一緒に入れるぐらいの大きさあるよ。ポンちゃん。ジェン君、はい。はい。ぽんちゃん、今ブラシすると何で移動するの？はい。お魚好きなの、ぽんちゃん。ぽんちゃん。ぽんちゃんお気に入りなの、ぽんちゃん。いいね。ぽんちゃんいいね、それね。ジャン君。お届け物です。はい、また何かいただいてしまいました。ありがとう。もう先にありがとう言っちゃおう。ありがとうございます。なんかもう毎回毎回こんなにいっぱいいろいろ大変申し訳ないです。ありがとうございます。お、カニ、あ、ビスケット見えた。カニブス、これを、あ、パンダかわいい。パンダちゃん、袋の中はじゃあ袋シュールだね。シュールなの、うん、じゃあ一回ちょっと箱から出す全部。はい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ダンボールを開けました。なんかすごいたくさん入ってます。はい、いっぱい入ってたので、まず下の方からね。下の方、このバッグです。猫柄のバッグ、にゃんこバッグ、かわいい。ちょっと小ぶりなやつだよね。うん、なんかちょっとお弁当とかにピクニックバッグみたいなお弁当。女の人が喜びそうな。あ、大きいね。マチがすごい。に、このコウモリがついていました。あ、ここほら、ここはあれかな、スマホとか入れられるかな。ああ、なるほど。あ、か、ペットボトルとかかな。ペットボトルにはちょっと小さいかな。小さい方、そっか、傘とか、うん、なんか、はい、お弁当箱入れっぽいなと思ったんだけど。かわいいよね、はい。これにこれをつければいいのね。使ってください。ありがとう。そしてこれちょっと面白いのが見つけちゃいましたが、なんだこれと思ったら、うん、ここに猫の首が入りそうらしいですね。うん、エリザベスカラークッション系。ね、ふかふか、いいかもね。最近そう、こういうのをしてる子本当によく写真で見るので、本当のっていうかプラスチック系のエリザベスカラーってさ、うん、すごくなんかこう生活しにくそうだもんね。しにくそう。これだと、傷口に引っかき傷は作らないけれどもそんなに違和感ないっていう感じかもしれないね。うんうん、まあ。今特に怪我病気ないので、やらないですけど、ちょっと置いてみるとさ、この上寝るかもしれないね。そうだね、うん、ちょうどいい感じ。ちょっとクッション、あとそういう動画が撮れたらお見せいたします。そうだね、これなんですか、うさぎ、お、これうさぎ開けてみましょう。はい、よしよし、あ、桜花びら小鉢、そっか、桜の花びらの形の小鉢なんだね。コンペイトーだ。コンペイトー。コンペイトー入っております。久しぶりだな、コンペイトー。そしてこれは壁に貼り付けるやつだね。これ、あの、クリップ。うん、クリップ。壁に貼り付けるやつじゃなくて、あ、マグネット付きクリップだ。マグネット付いてんだ。はい。カルディいろんなもの作るね。うん、かわいいの、かわいいね。ちゃんとグミもついてるよ。何ウサギ？これは何かな？ウサちゃん。
おさちゃんボールペンって書いてあるよ。あ、前に猫ちゃんのボールペンがもらったけど、あれのおさちゃんバージョンなのかもしれない。ちょっとじゃあ開けてみよう。うん。で、すぐには開かない。ちょっとテープがついてるかな。よいしょ。結構頑丈です。あ、開いた開いた開いた、うん、うっさちゃん、うっさちゃん、うさちゃん、はい、これがキャップってことかな。んおう、おう、そういうことね。うん、この間ね、猫ちゃんのやつ描いたけど意外と描きやすかった、うん、こうやって描く、うん、ですね、これもカルディさんなんだ。必ずお菓子がついている、うん、はい、キャンディーおおお面白い感じだね。そしてかわいい柄のティッシュ、あれ、あ、ティッシュ保湿、そしてティッシュ面白ティッシュ、どうもありがとう。面白ティッシュ、トイレットペーパーが品切れなのでなくなったらティッシュを使います。ティッシュとかさ、うん、だってトイレットペーパーじゃ着なくなくて、うん、ティッシュとかキッチンペーパーとかもなんかし直すに、はいはい、ね、うん、なってて、ありがとうございます。そして面白い、これはスプリングブレンド、あ、コーヒー、はいはいはい、いつもありがとうございます。クロケンの好きな、はい、だいぶ、ね、減ってきてよかった。ありがとうございます。マウスパッド意外。でも楽々。そうなの？ここに手首乗せて、うん。まあちょっと使ってみます。うん、ストレスフリー。あ、そう、にゃんこなのか、はい、にゃんこだよ。これは？にゃんこ。猫の柄の。にゃんこ柄の。ティッシュケースって書いてあるね。え、ティッシュケース？うん。ボトル型ティッシュケース猫柄。あ、あ、本当だ。ここ穴が開きそう。ピュッピュッって取るってことかな。へえ、こんな可愛いティッシュがあるんだ。うーん。へえ、初めて見た。はい。またこれも使ってみますね。うん、ありがとうございます。そしてこれはチョコかな。あのイースターエッグみたいに見える。そうだね。イースターって今だっけ？か、バレンタイン。バレンタインはもう2月だよ。イースターかな、もしかして。うさぎさんもそういうことかな。お、3月、あれ ?5 月。4月、5月。春とかだったっけ ?5 月だったかな。イースター。イースターは、なかなか、そう、なかなかね、根付かないんだよね。デゲラインエッグチョコ。はい、ライン、昔そういえばエッグチョコの中におまけがあって、そんなにいっぱい買ったね。チョコエッグのことですか。でそのホワイトチョコみたいなのいっぱい食ったね。よっしゃホワイトチョコと黒いチョコが一緒になってるやつね、うん、はい、そのスヌーピーは何ですか。ハピネスイズスリーピングインハピネスイズスリーピングイン。スヌーピーさんはね、チョコチップクッキーって書いてある。ショコラキャラメルチョコとチョコチップクッキーが入ってるみたい。はい、ありがとう。チョコ、ありがとうございます。そしてお菓子がたくさん。あ、これは違うね。お、違うね。人間用。お、カンパン、懐かしい。これ懐かしのカンパン。これカニビスケットっていうやつなの。カニビスって書いてある。あ、カニパンっていうやつに似てるやつのカニビスケット、カルシウム入り。ちょっと面白いやつね。うん。そして、頑張れチョコバットくん。うん、初めて見た。うん、パン生地にチョコがかかっている。腹持ちグッド。昨日見たテレビでチョコを毎日、板チョコ1枚食べると体に。ゲンジパイじゃない平家パイっていうのがあるんだ。へえ。いろいろ勉強に
なります。ありがとうございます。じゃあちょっと待って、これをね。うん、はい、ポンちゃん。あ、ポンちゃん、その空いた箱に入ってるのね。はい、今日届いた箱の中におります。ポンちゃん、よかったね、箱できてね。さすがに頭を入れるのは無理ですね。どうですか、ポンちゃん。あ、ポンちゃんチェック。はい、ポンちゃんチェック。さあ、ポンちゃん、うん、そっか、よかったね、ありがとうって言ってくれたの、ポンちゃん、ありがとう。ポンちゃん、その桜の花びらのお皿が好きなの？ポンちゃんのお皿にする？あ、乗るよね、はい、そうだよね。なりました。ポンちゃん必ず乗るよね。ではこれを乗せます。いい。いやん、これはい、クッションとして使っていいよ。ポンちゃんのお座布団にすれば、とりあえず。あ、そうっすね、決め取りね。はい、どうもありがとうございました。山のようなプレゼントをいただきました、ね、ありがとうございます。これも可愛いから、あ、これ開けてない。パンダさん、いかんいかん、パンダ可愛いです。この袋可愛いよね。まあ、いわばこれ一番のメインでございますよ。しょっか、はい、パンちゃんが好きなやつ、はい、パンちゃんが好きなクリスピー。最近うちの近くではこっちを見かけなくなっちゃって、うん、こっちが買えるんだけど、うん、よかったね、ポンちゃん、魚の味のやつがもらえたよ。これも置いといてね。うん、あ、これおもちゃ、これは取っ手に、おあれ、引っ掛けて、あ、なるほど、ドアノブや机に引っ掛けて一人で遊んでくれる系。トイレの扉につければいいんだね。うん。かわいいよ、ほら。はい。ハチさんついてるよ、ポンちゃん。ハチさん、ハチさん。はい。あとね。お、タマのやつだよ。タマの伝説。今日の夜カレーする？そうだね。ささみ。あ、こっちはささみ。こっちはマグロとサーモン。味が違うよ。ちゃんとジャン君用とポンちゃんと2個ずつ入ってるよ。よかったね、ポンちゃん。はい、この人たちも喜んでおります。ごちそういただきました。こっちの人もいるよ。ありがとう、ジャン君も。寝てるけど、ジャン君です。ジャン君、バテレンみたいだよ。え、かわいい、ジャン君。ジャン君、なんかちょっと変でしょ。でもなんかさ、すごく嫌がるわけではないんだね、うん、なんかね、つけるときもスポって感じだった、うん、ね、ジャン君、はい、っていう感じ。なんかって感じ。でもよくつけてる子を見かけるんだよ、ジャン君。あ、ちょっと取ろうとしてる。どうしか、重たくはないよね。どうでちゅか、ジャン君。寝るときに枕代わりになりそうだね。そうだね。あ、ちょっと、あ、なんか。はい、じゃあ撮りますよ。はい、撮ってください、ね、はい、撮りましょうか。しゅっ、あ、すぐ撮れたね。はい、何だったんだろうね、これね。はい、どうぞ、枕としてご使用ください。はい、どうぞ。クッションです、感じですか。はい、クッションとしてお使いください。ポンちゃんは防水シートの上に座っています。あなた専用ですよ、それは。そうですよ、あなたのためにいただきました。そしてクッションとしてあれを使おうとしています。なんか食べてきたんだね、ポンちゃん。美味しかった。